雪かき道具スノーダンプは大型の角型シャベルにパイプの持ち手がついたような形状でソリのように雪を押して運ぶことができる除雪用具。日本では除雪によく用いられる器具であるがカナダなどでは道路沿いに速攻が設置されていないこともありスノーダンプは一般的な用具ではない。雪の運搬人力による除雪用具の中では一度に最も多くの雪を 運ぶことができる。昭和20年代に北海道で日本国有鉄道の職員が除雪のために木で作ったものがルーツと言われている。一方、1961年には石川県旧吉野谷村の中宮の地区の鉄工所がスノッパと呼ばれる鉄製のスノーダンプを考案。しかし、木製や鉄製のスノーダンプは重いことから1985年に 新潟県の会社がプラスチック製のスノーダンプを開発し販売した。以後、軽量なポリエチレンやポリカーボネートのプラスチックを使った製品が主流となっている。形状は、底が湾曲した船底型と屋根の雪下ろしに向いた平底型がある。平底型は屋根に積雪し、押し固められた雪に対して使用されるため、金属製である。一般的にスノーダンプや ママサンダンプと呼ばれる。校舎は特にプラスチック製のものを指して使われることが多いが、この名称は新潟県の金沢樹脂工業がプラスチック製の雪かき商品に使用する登録商標である。製品開発当時、新潟県では男性が冬季に出稼ぎに行って不在であるため、除雪は女性の仕事だった。そのような女性の労力を軽減するために、 軽量素材を使用し、女性の体格に合う柄の長さにするなど、女性が使いやすい商品として、開発を行った。ママでも、ダンプカーのように雪が運べることにちなんで、この名称が付けられた。ちなみに、プラスチック製の商品で、男性向きに改良された、パパさんダンプも販売されている。なお、石川県白山市などでは、ミと呼ばれることもある。ありがとうございます。